こんにちは。新州読書会の宮沢です。戦、え、争、ー、と平和の解説の続きをしていきます。えー、前回第3節までお話し,しました、えー。続きですけども、えーまあ、シーリー公爵が夜会イブニングパーティー、アンナの主催しているイブニングパーティーから帰るときに、えー、ドルベッコイ公爵夫人という人に、 えー、口利きを頼まれるんですね。でこのドルベッコイ公爵夫人というのは、えー、ロシアの最高の家柄なんですけど、今はもう没落してるお金のない夫人で、一人息子にボリスという男の子がいるんですけども、えー、これからまあ戦争になるんでフランスとで。ぜひこのエレン隊に息子を入れるように口利きをしてくれないかと。 いうことで、ワシーリー公爵に付きまとってですね、ずっとお願いするんですね。えー、だけど、まあ一度お世話になったことがあるんで、まあそれはあの、お願いを聞かざるを得ないということで、えー、ボリスをですね、このエレンタン入れてあげるんですね、このワシーリー公爵は口聞きをして。で、できればクトゥーゾフの副官にさせてくれって言うんですけども、 え、それはできなかったんですね。えー、だけど一応、このエレン隊っていう、まあ、貴族でできた軍隊の部隊に入れてもらえると、まあ、職がなかったんで、えー、で、よかったなって話になります。で、このドルベッコイ後者軍人がこの後活躍するんですけども、まあ、その話は置いといて、で、えー、ワシーリは、あの、イブニングパーティーが去ってきます。その後残された人たちでまた議論が始まるんですけども、 えー、今度はその、前回お話した、アンギアンコ殺,殺害事件について、ピエールが自分の意見を言うんですね。えー、という場面があります。で、えー、まあアンドレーもピエールもナポレオンというのは認めてるわけですよ。まあ偉大な人間だと思ってるわけですよ。まぁ、あ、まて、あ、なんで、時代を作っていく人間だと思ってるんですね。それに比べれば、ロシアの 帝国の今の上流階級とかサロンみたいなとこで交わされてる反ナポレオンの話って上っ面な批判でしかないと。いうことで、えー、この、モントマール主役っていうフランスの亡命応答派の男が、まあ、夜会の目玉として来て、えー、いろいろ、まあ、前回の、アンギャンコとナポレオンの密会の話ですね。なんかその、 3日にネタを披露したんですけども、まあ、この話の続きをするんですよ。えー、で、あのー、結局ピエールが大演説をし始めるっていうか、まあ、あの、アンギャンクを殺害したことは国家的に必要だったっことなんだって、58ページで言うんですね。アンギアン大公の処刑は国家的には必要だったんです。だから僕はナポレオンがこの行為の責任を、 自身一心に引き受けるのを恐れなかったように、まさに心の広さを認めるんですって言ってね、えーまあ、裁判、法的手続きを得ずに勝手に、あの亡命貴族を捕まえて処刑したと、まあ。なんで処刑したかっていうと、ナポレオン暗殺未遂事件っていうのはたくさんあったわけですよ。まあ、亡命貴族が画策したり、イギリスが画策して、殺されかかったんですよ、何度かね。でそういうナポレオン暗殺の、あのー、計画とかが、 まあ未然にふさ防がれたりしてたんで、ええー、まあ見せしめに殺したっていうか、アンギアンコっていうのはまあ亡命貴族の反ナポレオンの一番首領ってことで、まあ法的デュうプロセスをブローですよ。法的手続きを得ずに、まあ、殺しちゃったんですよ。ええー、でもピエールはそれをね、殺してもいいんだって言っちゃったんですね。そうしたらもうみんな、アンナも、 モントマール施策もびっくりですよ。ジャコ、ジャコバンじゃねえのかと <laughs>。過激派なんじゃねえのかっていう言葉で。まあ共、共和主義者ですね。ジャコバンっていうのはもうみんな貴族とか王族とか革命裁判にかけて殺した、まあ、フランス革命の初期の人たちですね。まあ、その人たちが、あの、テルミドールのクーデーターっていうので、モンターニュ派、ジャコバンの人たちがみんなね、まあ、あれですよ。 モンターニュ派が独裁、独裁してたんですね。ええー、なんですけども。まあ、結局、あの、この人はスクーデターにあって、その後ナポレオンが出てきたんですよ。という歴史の流れになってます。ええー、で、有名なのは、名前 <laughs> どう忘れちゃったんですけど <laughs>。えっと、ロベスピエールですね。 モンターニュはあの、狩猟というやつロベスピエールなんですけども、まあ、たくさん革命裁判所に遺族とか、あの、かけてみんな、すごいたくさん殺しちゃった人ですね。この人も、あの、テルミドールのクーデターっていうので、まあ、今度捕まっちゃうんです。捕まって処刑されちゃうんですよ。で、ここまではその、こ,この60ページの社会契約っていうね、60ページの最初に革命と皇帝殺しがい、 偉大な事業ですの。そんなこと言ってしまったら、ともかく向こうのテーブルにお移りになりません。案内は繰り返した。社会契約、各個人間の自由な契約で社会が設立するという説。ここでは行き過ぎた自由主義という悪い意味で使われているんですね。ちらっと微笑を見せて死者君が言ったってことですね。まあ社会契約っていうのは王様がいなくても、まあ王権っていうのはね、神と契約して国家が成り立ってるってことですからね。 あの、国家の正当性は神に由来するっていうのは、真剣政治ですよね。真剣政治じゃないや。あの、王権真授説ですねで。社会契約、ルソーの言ってる社会契約って一般意思っていう、一般意思って神の意思じゃないですから。そこにいる人たちの意思で国家を作るんだっていうのが社会契約。で、私、社会契約論を解説途中までしたんで、まあ、続きも取んなきゃいけないんですけども、まあ、ルソーの社会契約のことをここで、ォントマール試着が持ち出します。まあ、この中はちょっと、 どういう意味かわかんない <laughs>。個人間の自由な契約で社会が成り立ってるわけじゃないんですよ。個人がその場にいるっていうのは、偶然いるっていうのはもう契約があるってみなすのが一般意志。一般意志っていうのがあって、たまたま何人かいるってね、神が、神と関係なく何人かがいるだけで国家の正当性なんだっていうのが、私はあの、大会できないライングループって名前つけてるんですけども、国家っていうのは大会できないライングループなんです。最初からね、 LINE のグループに入れられちゃってて大会できないの国家日本人として生まれればねもう日本人として社会契約してて抜けらんないんだっていうのが、まあ、ルソーの言った社会契約って考え方ですよ社会契約をしてるのは誰なのかって言って一般意志っていうのがあってあの個別意志と関係ないんですよ一人一人の意志と関係なくて神のそれでいて神の意志でもない何かの意志があるんですよ 何かの意思があって契約を結んでるって国家になってんだっていう説が社会契約説ですね。で、ピエールが言ってるのは、あのー、もう、王権真珠説に戻らないっていうことで、ナポレオンが自分が皇帝になったんだと。いうことで、で王権真珠説を排してる。だからあ、アンギアンコを殺害するのは王権真珠説に戻らないためですよ。ただ、自分が定 皇帝になる。まあ、皇帝でありながらね、あれですよ、その、体感した時にね、ピオス7世だっけ体冠式に、あの、ロマンキャソリックの教皇を呼んできてね、本当は体冠式だから頭に冠を被せてもらうんですけど、奪い取って自分で被って、ジョセフィーヌにも被せたんですね、皇后の。っていうことはもう神の意志じゃないぞ。自分の意志でこの皇帝の冠を、あの、被ったんだっていうのは、 ナポレオンのやったことですよ。ナポレオンは別に神の意志で皇帝になったとは言ってないですよ。もう自分の意志だっていう考え方です。これがびっくりしたわけですよ。だってロシア帝国は結局、なんていうんですか、神の王権神授説の延長みたいなんで帝国回してるし、まあロシア正教ももうピオートル大帝の時代に国家に組み入れられちゃってるんですね。国家の正当性を保障するためにロシア正教が国家の中に組み入れられるっていう近代化を行って、それはあれですよ。明治維新で、 国家神道がその国民の指導するために使われた、まあ、なんだ、夜明け前のね、青山半蔵の平田国学じゃないですけども、国家の正当性っていうのは、古事記日本書紀、天照大神の進捗にあるっていう国家神道の考え方で、あの、支配の正当性をね、担保しようっていう考え方ですよね。まあロ、ロシア正教とロシア国家の関係もそうなってるんですよ。 ただ、ナポレオンってのはそういうことを考えなかった人ですよ。自分で、あの、体感しちゃってますから、あの、教皇を読んどいてですよ。だからまあ、自民主権理論ですよ。あの、国家の主権者、自民だっていう考え方の延長で皇転になってる人なんですね。これは一つ、あの、ちょっと頭に入れといてほしい。そ、その上で <laughs>、コンコルダとかね、なんかその、ローマンキャスリックとの距離感に関して言えば、 まあ、あのー、なんだろう、うん、まあ、いろいろ、政治上、距離を取ってんですけども、まあ、それはいいとして、ピエールが言ってることが何なのかっていうと、まあ、ジャコバンだと、社会契約論じゃ、人民主権論者この人人民主権論者でんすか、このサロンに来ててっていうことを、モントマールが言ったってことですね、シャクね、えー。で、みんなに攻め立てられたら、 ちょっとまあ、ピエールもそんな深く考えて言ってるわけじゃないんですよ。新しい時代が来てるからナポレオンを支持するべきだろうっていうぐらいの気持ちで、そんな細かい政治学的な話なんかよくわかんない男なんですけども、アンドレは、まあ、あの、まあ、アンギアンコを殺害することは正当性があるんだと。国家で必要だからナポレオンやったんじゃないかって言ったら、まあ、アンナはぎょっとしたわけですね。これは61ページに書いてありますけども。 えー、ピエールがとてつもない態度をとった最初の瞬間、アンナはよなれてはいたもののぞっとした。えー、しかし、ピエールが口にした冒涜的な言葉にもかかわらず、磁石が自制を失わなかったのを見て取り、しかもその言葉をも,もみ消すことはもうできないと確信すると、彼女は、えー、力を振り絞って、磁、え、石、ー、の味方につき、しゃべり立てているピエールに攻めかかった。でもね、ピエールさん、アンナは言った。 一体あなたはどんなふうに説明なさるんですの対抗反議案対抗ですね。を突き詰めて言えば、要するに人間を裁判もしなければ罪もなしに死刑することのできた偉大な人間なんて。っていうわけでめ、責めたんですね。えー、だけどまあ、ピエールはそれ言われたら答えられなくなっちゃっとみんなから責められてね、ロシアでそんなナポレオの肩を持つなんてどういう、どういう風の気持ちで犯すんみたいに言われちゃったわけですね。 で、そうしたら、ま、アンドレイが助け舟を出してくれたと、えー。まさかこの男にみんなに向かって一度に答えろとおっしゃるんじゃないでしょうね。これ62ページの真ん中ですね。アンドレイが言った。それに国家的な人物の行為の場合、個人の行為が司令官や皇帝の行為かを区別する必要がありますね。って言ったんですよ。でもね、言ってることは結構もうサロンで社交の場で喋るような内容じゃないわけですよ。 単なる政治談義じゃなくてね、政治討論になってきちゃって、言えばまあ、もん、亡命、王党派のフランスの貴族のね、封建真珠説ゴリゴリのモントバールのメン、まあ、メンツを潰しちゃうわけじゃないですか、こんなピエールが、あの、人民主権理論みたいなこと言っちゃうとね、なんか、もう <laughs>、サロンになりたたないわけですよ。本当の喧嘩が、殴り合いの喧嘩が始まっちゃうってことになっちゃうんで、 まあ、あアンナはそのゲストで来てくれてるモントワール支局の方をも持たざるを得ないし、ピエールが言ってるそんなナポレオンがすごいとかね、そんな話に聞きたくないわけですよ。だって、自分が使えてる交代後は反ナポレオンなんですから。で、そうなったらね、こう、助け部のを出してくれるんですよ。イッポリットっていうね、ワシーリー公爵の長男が急にね、面白い話、小話がありますって言ってね、あのー、すげえ、もう、 超絶何言ってるか分かんないエピソードトークを紹介して、喋りながら笑うっていうね <laughs>、吹き出すっていうね、わけの分かんないシーンが63ページ、64ページにあるんですよ。ロシア語のアネグトートっていうんだから、なんか、一口話ですね、またね。まあ、エピソードトーク。今日こんな面白いエピソードありましたみたいなエピソードトーク始めて、これで終わるんですよ。まあ、これも上手いなと思いましたね。よくテレビ番組とかでね、 あの、出演者同士はけん喧嘩、本当の喧嘩みたいになって、雰囲気が悪くなった時に、急にわけのわかんない一発ギャグとかやって、この <laughs>、ひな壇芸人がね、喧 <laughs> 悪になったところで、自分のなんかエピソードトークやりますとか言って滑る、滑ることによって、今一回 CM に行ったり滑ったりして、まあ、あの、雰囲気を変えるっていうテクニックがあるんですよ。まあ、イポリットがね、それをやるんですよ。 あのナポレオンの話だよね、馬鹿気まずくなったらね、僕の一発ギャグを見てくださいみたいな感じで、えー、なんか馬車に乗ったなんか奥さんの話みたいなのをしだして、えーで、みんな、これで64ページ、それで小話は終わってしまった、何のために彼がそれを話したのか、何のためにどうしてもロシア語で話さなければならなかったのかわからなかった。えー しかし、アンナも他の客たちも感じが悪くて心遣いにかけたムッシュピエールのおかしな言動をこんなに感じよく締めくくったイッポリットの社交的な心遣いに監心したこれ。社交的な心遣いですよ。雰囲気悪くなったらね、なんか僕の面白い小話聞いてくださいみたいに言って、思いっきり滑るみたいな。<laughs> 若さの勢いだけで喋って滑るみたいな。<laughs> そしたらみんな和んだみたいな。でそういうことやってくれたんです。まあ、この締め方も、 物語作者としてはすごい上手いなと思いましたね。えー、今でもひな壇芸人が出てくるエピソードトークを喋るような番組でも使われてる技術だと思いました。ということです。で、えー、これで第5節ですね。これで第4節終わりです。で、第5節は、えー、まあみんな帰ってくんですよ。 えー、で、ピエールは不格好だった。太っていて、人並み以上に背が高く、幅が広くて、でっかい赤い手をしていて、彼は俗に言うようにサロンに入るコツを知らず、それ以上にサロンから出るコツを、つまり出る前に何,何か特に感じのいいことを言うコツを知らなかった。おまけに彼はぼんやりしていた。立ち上がるとき、自分の帽子の代わりに将軍の鳥の羽のついた三角の帽子をつかみ、将軍が返してくれると頼むまで、羽飾りをむしりながら手に持っていた。<laughs> ここも面白いんですけれども。 帰るときなんか、一応、ホストのね、アンナにね、お世辞でも言って、あの、きれいに帰らなきゃいけないんですけども、帰るコツも知らないんでね、人の帽子間違えて持って、るならに、さらに鳥の羽虫行ってたら返してくれって言われたっていう、ちょっとしたギャグが書いたんですけども、ちょっとしたギャグっていうか、含み洗いを誘う描写ですね。えこういうのを書けるっていうのはすごいですね。 ニーチェとかが褒めるところですねこれ。あの、ちょっとした含み洗いを誘う描写が一番難しいみたいな。えー、まあ、そんなことが書いてあります。えー、それで、まあ、みんなお開きになって帰っていくんですけども、まあ、イポリットはね、あの、リーザに、なんか、リーザ送ってくって言って、なんか、すごい喋って、まあ、リーザのこと好きなんですね。 えー、で、モントマール施策もリーザーはね、やっぱり、ま、あのー、実にいいっていう、69ページで言います。だけど、アンドレから見るとね、サロンでこう、うまく立ち回るリーザー、魅力的に立ち回るリーザーは本当にや、やるせないんですよ。やるせない理由はこの後に出てくるんですけども。えー、ということです。で、えっ、ー、と、これからピエールとアンドレが ハンドレイの家に行くんですよ。であ、あんなに正直に喋っちゃいけないって言うんですね。これ70ページ。君はアンナのお嬢様に何ということをしたんだ。今頃すっかり病気になりかけてるぜ。ね。えー、でダ、ダメだよ君。考えてる限り何もかもう至るところで喋っちゃう。って言って、言うんですねで。注意するんですけども。えー、そうしたら、まあリーザが部屋に入ってきて、またね、 夫婦の仲の悪いの集団場をピエールの前で繰り広げられるんです。で、繰り広げるんです。ピエールも居心地悪くなんて帰ろうとしたんですけど、待ってくれって言って。で、アンドレが何を思ってるかっていうとですね、これ、80ページですね、えー。絶対に絶対に結婚なんかするんじゃないぞってピエールに言うんですね。君、これが君に対する僕の忠告だ。結婚しちゃいかん。君ができる限りのことは何もかもやったというまでは、 しかも君が選んだ女を愛さなくなって、その女がはっきり見えるようになるまではね。さもないと君は無残な取り返しのつかない間違いをすることになる。何の役にも立たん老人になったら結婚しろ。でないと君の中にあるいいものや立派なものが何もかもダメになる。何もかも取るに足らんことに使い果たされてしまう。そう、そうさ、そうなんだよ。そんな呆れた顔で僕、呆れたような顔で僕を見るな。君がこの先自分に、 何か期待しても一歩ごとに君は自分にとっては何もかも終わってしまったどだされてしまった残るは君が宮廷の下僕や大バカ者と同列に立つサロンだけだと感じるようになる全くどうしようもない、えー、彼は力を込めて片手を一つ振ったピ、えー、エールは眼鏡を外しておかげでその顔が変わってしまいますます人の良さを表していたが驚いて親友を見つめていた 僕の女房は、ハンドルは続けた。素晴らしい女だ。あれは一緒にいても自分が恥をかくことはないと安心していられる。珍しい女の一人だ。ところが、呆れたことに、僕は女房持ちで亡くなれるなら今は何だって投げ出すだろうな。僕は君が好きだからこんなことを君だけに、君には初めて言うんだよ。で、ちょっと飛ばしてえ。僕がどうしてこんなことを言うのか君には分からんだろう。彼は続けた。何しろ、これは人生の一大事だからな。ポナパルトとその立身出世なんて君は言ってる。 ピエールはボナパルトのことなど言いもしなかったのにアンドレは言った。君はボナパルトなんて言ってる。しかし、ボナパルトは活動してきたいた時は、つまり一歩一歩目的に向かって進んでいった時は自由だったんだ。自分の目的以外、あの男には何にもなかった。だから目的に達したんだ。目的を達したんだ。ところが自分のを女に縛りつけてみろ。足かせをはめ,はめられた囚人みたいに何の銃もなくなる。そして、君の中にある限りの希望や力は何もかも重荷になって後悔で君を苦しめる。 客間、おしゃべり、ダンスパーティー、競泳、愚にもつかないこと。これが僕の抜け出られない堂々巡りの噂。僕は今戦争に行こうとしている。これまであった限りで一番偉大な戦争にだ。ところが、僕には何一つわからないし何の役にも立たない。僕はひどく愛想が良くてひどい皮に屋だ。ということですよ。で、僕は終わってしまった人間だって、83ページ言うんですね。えー、あ、で、あと、どれ続けるんですね。あ、だからアン、あん、 82ページの4行目。あんな女子のところで人が僕の話を聞くのさ。僕の女房が生きていくのになくちゃならない、あの馬鹿げた上流社会の連中も、あの女たちも上品な女がみんな、全体に女がいったどんなものか、君がせめて知ることができたらね、僕の親父の言う通りだ。エゴイズム、虚栄、頭ならさ、パンチにつけてくだらないことありのままの。 に正体を見せれば、これが女さ。社交界で女をちょっと見れば何かあるような気がする。ところが何にも何にも何一つない。捜査結婚なんかするんじゃないぞ。君結婚なんかするな。で、ピエールに忠告するんですね。結局、ロシアのサロンの具にもつかないおしゃべりとか、共演とか、俺がもう耐えられないと。偉大な戦争に行って、行きたいと。じゃないと、このまま、 ロシア社会の中で埋もれてしまうと、自分のいいなんかグエス性があったのに、結婚して家庭に縛り付けられることで、どんどん俗物になってることが、アンドレイはもう自分をどんどん自分で、まあ、看板な自殺みたいに思ってるんですね。で、ピエールに結婚するなっていうわけです。まあ、結婚するなって言ってる反対には、まあ自分がもうこういう状態なんだと。まあ、ロシア社交界に嫌気がさしてんだと。 もう終わってるんじゃないまああいつら見ればわかるけど終わってんじゃねえかっていう話ですね。ということを告白します。これがまあ結局戦争に行く、まあリーザを、ね、妊娠してるリーザを置いて戦争に行く理由なんですね。もうた耐えられないですね。このロシアの社会が。で、アンドレは恵まれた境遇にあんのに、まあ、これが自分の人生なのだろうかって疑問に思ってたんですよ。 で、もうそれを投げ捨てて戦争に行きたいと思うようになったってことですね。で、このことが書いてある。まあこれなんかアンナ・カレイにのブロンスキーにもちょっと似てますけどね。なんかアンナが死んだ後ブロンスキーも戦争に行っちゃうんですけども。それを思い出しましたけども。えーと、いうわけです、ね。で、あと、クラーギン家のアナトール。アナートールっていうのはあのマリアとお見合いする男ですね。と、もう付き合うなって言うんですよ。で、ピエールはワシーリーゲに居候してんで <laughs>、 夜な夜な、アナトールとね、えー、遊んでんですね。で、結局ね、アンドレの家を出た後ね、やることがないんで、結局アナトールのところに行っちゃいけないって言われると行って、で、ギャンブル、ギャンブルっていうかね、<laughs> そこで <laughs>、まあ、問題を起こすんですね。一つは、まあなんかチキンレースみたいなことやるわけですよ。一気飲み大会をやって、窓際で、 なんか、窓際では一気飲みやって、ラムシンの一気飲み。やる音が出てくんですよ。道路保府って音が。まあ、これ、後で戦場でも出てくるんでしょうけども。で、まあ、真似してやろうとしたら、まあや、やめて、なんか、ね、なんか、買収宿に行こうって話になって、まあ、行く途中に、熊を飼ってね、小熊をね、あのー、慰み者としてここに飼ってね、それを連れてくんですよ。 どういうことなんだかわかんないですけどで。結局酔っ払って警察署長をね、熊を縛り付けて川に投げ捨てるっていうことをやって、で、これが原因でペテルグルーから追放になっちゃうんですね。で、モスクワに戻るんですね。えー、ただもう、あれですよ。父親が死にかかってて、っていう話になります。まあ、臨終のとこで、まあ、自分が資産を相続することになるってことは発覚すると。 いうことです。で、これが、えー、っと、第4節から6節までのお話です。ということでした。えー、以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。